ウチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は禁断のお金稼ぎを紹介したいと思います。この方法、かなりずるいんですけども、めちゃくちゃ楽に稼ぐことができるんですよ。今、お金、1億持ってます。この1億ですら、すごく楽に、ストレスなく稼ぐことができるんですよね。では、紹介していきましょう。使う場所はここ。バーチャルトレーナーですね。バーチャルトレーナーで連続戦闘を行うことによってお金を稼いでいきます。で、やる前にシステムを変更していきましょう。システムのオプションでまず難易度をセーフティーまで下げましょう。セーフティーですね。そしてゲームプレイで、これですね、スキル演出の速さ、通常時、これを最高速まで上げてください。で、そして、これですね。決定操作でのスキル演出ストップ、スキップ。これをするにしてください。ここをね、変更するようにしてくださいね。そして、もう一つ必要なものがあります。それが、連射コントローラーですね。連射コントローラーを準備してください。連射コントローラーの決定ボタンを、連打。そして、ここで放置です。そうするとこんな感じで戦闘が始まります。で、もちろん、難易度は低いので簡単に倒していくことができます。で、力が高いキャラクターを4体選んで入れてください。力、魔力じゃなくて力が高いやつを入れてください。通常攻撃で、倒していきますので力が高い方が、いい感じになります。こんな感じでね、連射コントローラーをオンにしてるだけで倒していきます。ボタンをそのままね、押しっぱなしにしなきゃいけないタイプとかもありますので、そういったやつは、爪楊枝とかそういうのをぶっ刺して固定してください。で、倒し終わってもまた同じくさっきのところで戦闘が開始されます。だいたい1分かからないかな、1分かからないぐらいで1回の戦闘を終わらせることができまして、1回の戦闘につき11万ですね、お金を11万稼ぐことができます。11万5千だったかな。とりあえず倒していきましょう。クリティカルがね、今結構出てるんですけども、最初運が低い時は出ないこともあります。でもそんなにね、時間はかからないので、ここは間違いないです。味方の強さがね、上がれば上がるほど速くなります。やっぱり11万5千ですね。11万5千。お金を入手することができますし、経験値もそこそこ入ります。なので、育成したい悪魔を機械に入れておくと、レベルがどんどん上がってきますので、それもおすすめです。はい。これただただ放置しておくだけでお金がどんどん貯まります。寝てる間、8時間一回放置してみたんですよ。8時間放置してみたら、一晩で6000万貯まってました。6000万です。何もせずに放置しておくだけで。なので、この方法を使って、どんどん味方全体を強化していってみてください。ほんとね、主人公を上げるのがものすごくお金かかるんですよ。なので、この方法を使えば結構楽になりますので、やってみてください。ただ、機種がすごく熱くなります。なので、扇風機を当ててあげると、機種のね、負担軽減にもつながるのではないでしょうか。俺もサーキュレーターを当てて、冷却してありますので、そういう感じで、機種を大事にしてあげてください。はい、ということで今日は、ちょっとずるいんですけども、効率的なお金稼ぎ。ちょっと禁断のお金稼ぎだったんですけども、やってみました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。